このガーディアンたちのこの慎重さと型にはまった態度は、最初は他のタイプを遠ざけるかもしれない、うん、まあ、ここでもそうですね、はいはい、SDA の紹介をしているともう規則規則うるせえみたいな、はい、アバンワーっていう声は多いです、確かに、うん、ただこの他のタイプの人たちが落ち着いてきて家庭を築くっていう準備ができたときに、うん、急に SJ の人たちが魅力的になる、はいはいはい、任せられるじゃんって、うん、安心して任せられる、うんうん、人生やアイデンティティについて悩む NF 理想主義者、はいはい、はこのガーディアンの手にかかると、その明確な価値観と世界についての知識に心を落ち着かせられ安心を得ることができる。理性的な人、合理主義な人は社会的な伝統を些細なこととして否定することが多く、一般的にガーディアンに対しては否定的だが、彼らのその社会的なスキル、うん、家庭への忠誠心、家庭やいろりの需要を、まあ、キッチンですかね、を処理する能力に惹かれることがあると。しかしガーディアンに最も心を惹かれるのは高飛車な SP であると書いてあるんですよ、はいはいはい、高飛車な、アーティザンであると、はい、結婚を意識するあまり SP は SJ に冒険から回避して休息できる、休める、安定した安全な港のような場所である、はい、っていうことに惹かれ、時にはこの SJ を道徳的な台座の上に置き、自分よりも文明的な人、うん、自分を正し正しく飛べるようにしてくれるかもしれない、うん、として紳士淑女、うん、というふうに見なすと、うんうん、自分が孫悟空ですから、はい、はい、ちょっと人間っぽくしてくれるのに彼女は必要だと、うん、悟空と父ですね鳥山明さんの作品を借りると、まあ そ, うん、その元で生まれた孫悟飯は SJ タイプ、 SJ ですかね、っぽいですよね、はい、なんか御殿は SP、 あ、御殿は急にまたなんか悟空っぽくなりましたからね悟空っぽくなみたいな、はい、では続けます。当然のことながらこのガーディアンのこういうスタイルが他のタイプと問題を引き起こす場合もありますと。理想主義者、合理主義者、職人気質、要は NF、NT、SP はそれぞれのやり方で個性を強く求めるが、ガーディアンの伝統、遵守、規則に対する頑固な感覚と衝突することがありますと。 SP は自由な行動を求め、 NF はユニークで個人的なアイデンティティを追求し、 NT は思想の自由に対するあらゆる制約に抵抗しますと。このような他の気質が持つ独自の道を切り開き新たな領域を開拓しようっていうこの意欲は SJ のタイプを引きつけると同時に悩ませていますと、うんうんうん、だいたいうちでの言い争いはここですね、はい、はい、そうなんですね。そうですね、はい、最初そういうのは感じません？どういうことですか？あ、じゃあ SJ じゃないかもしれないパートナーが、はい、いや僕はもうここの争いだなと思ってます、はいはい、しかしバット、しかし通常この SJ の人たちはこれらのことを解決するために十分な時間を与えますと。全ての気質の中で最も結婚願望が強いが、 SJ は常に飛躍する前に物事を見極めようとするため、情熱の熱を冷まし社会的義務を果たせるような長い婚約を好みますと。 NF 理想主義者の壮大な情熱という概念は、空想は楽しめるかもしれないが地に足をつけて求愛の仕事を慎重に進めたいガーディアンを困惑させる可能性が高いと。また駆け落ちを進める SP 職人はガーディアンを喜ばせるかもしれないが、その関係に無謀さという不安な要素を持ち込むことになりますと。この SJ タイプというのは伝統的な方法で求愛するのが好きで、重要な家族や社会的経験を共有し
ありきたりの言葉で愛を表現し、自分の意図が真剣であることを示すために贈り物をしますと。これらの贈り物は通常象徴的なものではなく、物として価値があり大切に保管されるものであると。取引を成立させようという儀式こそが重要なのであって、 SP のようなサプライズや観客の印象が重要っていうものではないと。フラッシュモブはいらんと。いらん。あ、僕もいらないですけど、はい、みんないらないんでしょうけど、はいはいはい、まあ、なんか喜ばせたいみたいなところですよね、多分 SP 的には。サプライズやれば喜ぶかなみたいな。で、僕も好きだし、うん、SP の人は、はい、うん、まあ、好きな相手を喜ばせようみたいな話ですよね、はいはい、で SJ はなんかもう一般的に喜ぶものを喜ぶみたいな感じじゃないですか。で、一般的に価値があるとされてるもの、価値があるとされてるものを愛があると感じるみたいな、スイートテンダイヤモンドやーってっていう、それを買うためにどんだけ頑張ったんかな、頑張ったのかなみたいな、まあ、そういうところで判断するみたいなことじゃないですか。なんか思い出すと、結婚の時に、はい、まあ、指輪買うんですけど、はい、いるってこっちは思うんですよね、はいはいはい、指輪いるって、はい、でするって聞くとしないって言うんですよ、はい、いるそれって思うんですよ、はいはい、で、まあ、妥協点を見つけるんですけど、はいはい、思いますよね、まあ、それがいるかどうかは思いますよ。するってしないって言うんですよ、はい、でも特別な時にはするって言うんですよ。でも、まあ、年に何回って聞くんですよ。 SP 的には、はい、別になら問題ないですよ。なんかっていうの、まあ、喜ばせるために買うので、するかしないかはもうどっちでもいいんですよ。なるほど、はい、だから喜んでくれれば SJ なるほどね、であれば SJ が喜んでくれるのであれば別にしますよっていう、はい、なるほど。結婚への固い決意を手にすれば、結婚するってなれば、真剣だってなれば、この SJ にとって、この性セックスの可能性も出てくるが、彼らが本当に興味を持つのは、その結婚式の計画、家族宗教、法的認可の確保といった社会的な段取り、手続きに、はい、の方に興味を持つと、パパとママに祝福を求め、教会を予約し、免許を取得し、前触れを発表し、贈り物を登録し、服を買い求める。結婚式のために必要で、慣習的なこれらのすべての準備は、社会的な儀式を予定し達成するガーディアンの才能を存分に発揮させますと、うん、まあ安心はできますよね、パートナーにするには。はい、はい、僕はあ、ここだなって今確信を得ました。はい、はい、そっか、じゃあ僕がしっかりしないと安心はできないですね。安心させようとしてんじゃないですか、向こうが一生懸命。はい、もう頭が下がります。はい、タンタンメンさん、ごきげんよう。どれだけ相手を思っているかが大切なのかと。あ、SJ にとってはってことですかね。まあみんなじゃないですか、相手を思っているかどうか、まあ判断、まあ SJ の人から見たら自分のことをどんだけ思ってくれてるかですよね。ああ、はい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 、愛って、でそれを測るのが SJ だと、こう物とかの方が分かりやすいわけじゃないですか、っていうとこだったのかなって。ハグではないと。ハグでは、心を込めた、心って結束できないじゃないですか。できない、嘘もつける。はい、はい、結局心って言葉ですもんね。はい、表現しようとすると、はいはい、でそこでこう指輪とかってなってくると、実際にお金を稼いでこなきゃいけなくなったりするじゃないですか。やっぱなんか初めに、はい、なんか一般的には給料3ヶ月分らしいよとかって聞くんですよ。はいはいはい、はぁって思うわけじゃないですか。はい、こっちは一般的が重要なわけですよね。安心できますからね。安心で、稼ぐ能力ですから、はい、上だったら愛が多いって感じるし、下だったら愛が少ないって感じるみたいな。なるほど。でそれがいくらって言われるよりも、給料何ヶ月分の方がその人の給料にと相対的に比較できるみたいなところじゃないですか。なるほど。